です。今回は箱根旅2日目お宿の様子とお土産を買ってドッグランズパン屋さんに行ってきました。お宿の様子をご覧ください。結論から言うと、いいお宿。チェックインしました。チェックインしました。畳のいい匂いするね。めっちゃいい。土足凍結っていうのがいいね。ちょうどいいね。コンビニ行かなくて飲んだら申告制。申告トイレでしょ。トイレ最新クローゼット。ここにパッケージもある。本当だ。小上がりだね。全然見てない。曇りだけど。これ多分紅葉したらめっちゃいい気がする。屋根があって、椅子があって、ワンちゃんが出ないようにちゃんとやってある。探検家だな。おい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 、ロッククライミングするの。お、来たね。もう？プライベートドッグランと変わんないね。ああ、口ニコニコして。つないドッグラン。ちょすごい写真撮れるよ。ドッグランからこの景色。測れんの？ 4.2 3.7。 あ、やっぱちょっとロンタ太ってる。ロンタなんかつけるの？スーパーもあるよ、スーパーも。照明があるじゃん、ほんと全然違う。多分ね、ちっちゃい。それサイズもちゃんとお座りしながらにじり寄ってる。お風呂に行くぞ。はい。
クーラー、湯です。パパパね、お風呂から洗ってみました。本当は食事まで待ちたかったんですけど、今が一番飲み時です。30杯180杯。夜景もいいね。これはもう絶対こうなる。絶対もう一回、この後ご飯です。けなげに待つ2匹、お留守番の2人、のつ。ワンちゃんがね、食べしん坊だもんね。お肉はハクちゃん、ロンちゃん、ロンちゃんだ、ほら、ハクちゃん、まだあるある。こっちどころじゃないんだよ。こっちが。ハクちゃんのご飯。いつもありがとうございます、ロンちゃん、ハクちゃん。尻尾が。はい、今日はね、君たち最近。お肉だね、これ。ご飯いらなかったかな。いただきます。お人で来てんのに。はい、天ぷら先の方がいいんじゃないか。うん、忙しいでしょ。あ、おか、サクサクで、かわいい。湯揚げ、気絶するうまさ。料理長を呼んでいただきたい。5000匹で12,000円、最高だね。出てる出てる。もうちょっと待って。かわいそうな声出さないで。デザートが来るまで涼んでる。見てる見てる、ハクちゃんも見てる。デザートが来ました。ガンミだな。美味しゅうございます。でもごちんごちん。小学生。デザートまであるロンパク。今日は豪華だね、ロンちゃん、ハクちゃん。え、バチバチよ。うまかったでごわす。もう今日太ってるから。はい、すべていただきました。すっからかんに全部食べました。おひつのご飯も全部食べました。過去トップクラスのご飯でした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。大涌谷で買った僕谷線。
純米吟醸いただいていきたいと思います。ちょっと辛めな箱根の夜景を見ながらの香り。美味しいね。相棒の放送を待つ。今日相棒初回だからね。ちょっとあいにくの雨ですね。でも景色はいい。雨降ってますね。あみちゃんおはよう。こら。朝ごはん、ヨーグルトだ。ヨーグルトでした。ごちそうさまでした。なんとコーヒーが来るそうです。美味しいしかない。美味しいです。で今回クーポンが出ました。3000円が2枚で6000円ですね。アプリを入れてチャージ。神奈川県はこのアプリなので帰り箱根でこれを消費して帰りたいと思います。はい、じゃあみんなでチェックアウトしましょう。ありがとうございました。お宿さんありがとう。いいお部屋だった。いいお部屋でしたね。いいお宿でした。ベッドラゴー請求金額3万700円、宿泊料が18,700円、ワンちゃん1匹1100円、かける2,200円、お食事が420円、冷蔵庫の缶チューハイに換飲しましたので360円、合計4,400円が居酒屋の1万円引き。これは全国旅行支援のこと。3万700円でございました。プラスクーポン券が6,000円なので実質24,700円。昨日買って感動したパリパリモンブラン。パリモン。栗系が多いんだよね。マロンパンとかバームクーヘン、沖縄黒糖バー、湘南ゴールド。あとお饅頭。総額6,100円。が？100円。めんどくさかった。それで店探すのも大変だし、この勤務を防止で決済。あと画面にして終わり。ちょっと天気が悪くなければ。あと昨日行っちゃったからね。ここまたどこに行くの？ドッグラン付きパン屋に行きます。
サービス。富山のピザ、ナスミートカレーパン、ゴロッとベーコン。できました。人気店です。テラスドゥランドローで買った富山のピッツァ370、ゴロットベーコン240、ナスのミートカレーパン210。これに東京方面から行った人はワンチャンズルで行ってほしい。いかがだったでしょうか。寿命が伸びたロンタン、ハクちゃんだよ。寿命が伸びております。今回のお宿が非常に犬ファースト。写真も送られてきましたね。カレンダー付きの、カレンダー付きの食事もね、ロンちゃんとね、ロンちゃんたちのお食事もありました。天狗リですね。天狗非常にいいお宿です。パン屋さん、だいぶ前にハクちゃんと一緒に行って、ロンちゃんは立つ。あそこのパンすっごい美味しい。ドッグランで遊ばせて、コーヒーも無料でもらえるのに、あれだけのためにも行ってほしいな。リッチマインドな方は気軽でいいのでおすすめでございます。クーポンはお土産で全部消費をさせていただきました。1日目に商店街で食べて美味しかったので、お土産で買い漁り。何人かで行ってればワンちゃんと外で待機して、お土産相談しながらお店の中の人とっていう買い物ができるから、扉がないんだよ、ね、そうそうそう、やり取りが楽ちんだから、ワンちゃん連れだとすごいいいかなと思って。というわけで、我がチャンネルでは旅をしております。たまに旅をしております。今回のお宿に泊まってみたいなと思う人はグッドボタン、サンドの飯よりパンが好きっていう人もグッドボタン、海の旅行も旅行者交互期待。ぜひグッドボタン、コメントをいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。